なところで会うなんて奇遇ですね。お仕事の現場に向かうところなんですね。私ですか？私は今から羽沢コーヒー店のアルバイトに行くところなんです。羽沢コーヒー店といえば、この間お菓子教室を開いたんですよ。たくさんお客さんが来て大盛況だったみたいです。いえ、私は参加してないんですよ。アスパレの練習日じゃなければ参加したかったんですけど、残念です。でもお客さんがたくさん来てくれたということは、またやるかもしれないですよね。その時は今度こそ私も参加したいです。つぐみさんたちが作ったアイシングクッキーを見せてもらったら、私もクッキーのアイディアが浮かんできたんです。どんなクッキーを作りたいかですか？よくぞ聞いてくれました。私が作ってみたいのは手裏剣クッキーです。くせ者が出てきても手裏剣として使えて、さらにお腹が空いたら食べられます。あ、でももったいないので、なるべくくせ者には出てきてほしくないですけど、でも時代劇で見た己くせ者というセリフを一度は言ってみたいです。え、私らしいクッキーですか？ありがとうございます。では作った暁には味見してくださいね。